あれ繋がった。あれ なんだなんだ、なんか変だな。なんかツイッチ変だぞ。どうしたどうした。なんかツイッチがちょっとおかしくなってます。ごめんなさい。一応これでタイトルも変わって、で頭抱える人も出てこなくなって、これで戻ったかな。なんかちょっとずんだ詰まったかわかんないけど、なんかこっちの送った情報が反映されてなかったかもしれない。これはずんだですね、多分。わかんないけど。一応これ大丈夫そうですね。はい。すいません。ニコニコの皆さんもこれで大丈夫かな。ニコニコの皆さんはどちらかというと、あれか、元から大丈夫か。うち、何も起こってないっすけど、みたいな感じかな。はい。すいません。お待たせいたしました。はい。NGC。ボイスオブカード、出来損ないの巫女、出来損ないの巫女生放送でございます。さあ、クライマックスが近いと思われる状態で、ですけど。どうなってしまうのか、今日クリアできるのか。まあ、一応今日は、先に言っておきますけども、先ほどの放送でも言ったんですけれども、リングフィット今日お休みします。もう体がダメです。あと今日ね、ちょっとそう、病院関係で血を何回も抜かれたのでね、ちょっと疲れた。あのさ、何？採血の時ね、まあ、なんか点滴みたいなのも入れてるけどさ、採血の時のさ、針をさ、日によってさ、痛い痛くないあるじゃん。あれはやっぱりさ、入れてる人が下手くそだからなの？俺はそこよくわかんないんだけどさ、やっぱ腕なのあれ。腕か。なんか、今日の人痛えな、今日の人痛くねえな、みたいな感じでは確かにあるってことか。やっぱそうなのか。いや、こないだ、今日もちょっと痛かったけど、最初にやってもらった時は全く痛くなくて、むしろ、本当に最初の地区だけで、全然大丈夫だったけど、今日も、まあ多少痛いけど、まあ平気かぐらいの感じだったんだけどさ、1個前に、2週間ぐらい前にやってもらった時かな？の人は、ずっと痛かったんだよね。なんか痛えなぁと思って。うっ血はしてなかったんだけど、やっぱり違うんだね。そういうことか。場所にも、まあその腕なんだけどさ、そうそうそう、まあ、今日はケツになんかホルモンの注射打たれたけど、それの方が痛くなかったな、むしろ。まあ最初チクッとしたけど、そう、なんか、いやほら、その脳下垂体のさ、がちっちゃくなってるのか、元からなってたのかわかんないんだけど、のやつで、そのホルモンの注射しつつ、その何？なんだ、30分おきに採血しますみたいなので、点滴入れながらっていうのでやってたんだけどさ、そうそうそう。それで、なんかその何？変化、数値の変化みたいなのを見て、の検査だったのね。そうだから、なんか注射いっぱい打たれたな。でそれからあれだ、その何、夕方になってアレルギーの方の病院に行って、でまた採血されて、いや脳の方でこういう風に言われたんでって話をしたら、でその数値とかを見たらさ、こっちでもちょい一回検査しようかみたいになって、あすんのみたいな、今日すごい抜かれましたけど、いや別にそれ大丈夫だからって言われて、あそうっすかみたいな。また抜くんか今日って、なんか貧血にならなくてなるんじゃねえのとか思った、違う病院だからしょうがないんだけどさ、
そうそう、なんかこんなに1日で血を抜かれたのは初めてかもしれんわ。すげえ抜かれたわ。そうそう、なんか検査用のってさ、1回で 3本とか4本とか抜くじゃん。そう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 、3瓶ぐらい、5リットルとか、5リットルって何、どうなってんのそれはい、まあまあ、ということで、まあ、あとは単純に火曜日のリングフィットがもう地獄のリングフィットだったので、本当に体痛い。腕はねマジ大丈夫なんだけどね、腕大胸筋、あの300回やったやつ、まあ、筋肉痛になってないわけじゃないんだけど、平気なんだけど、いや腹筋周りと太もも、腹筋周りと太ももがまずやばいこんなに腹筋きたの久しぶりだ俺。あれやべえよあれ人を殺すよちぎれるかと思った、マジで。ほんとちぎれるかと思った。なんかやばいですね。あと悪玉コレステロールが高くなってきたから、お前ふざけんなって言われたアレルギーの病院で言われた。ちょっと悪玉減らせって怒られたそうそう、たこえやっぱ粉もんとかちょっとパンとか食いすぎたかなっていうのちょっとあったな、この1ヶ月ぐらい。そうそう、でちょっと悪玉菌を減らさないといけないから、ブッコロリーを たくさん食べます。ブッコロリーとキャベツをたくさん食べます。さあ、ということで、前説じゃないですけども、なんとなく江戸さん説明が終わりまして、さあ今日は関作内の巫女の、どうなんでしょうね、今日エンディングまでいけるのか全然正直わからん。まあでも最終章のはずなので、まあ何かしら決着つけたいなとは思っております。約3時間の放送でいければ、まあやったとしても12時ぐらいには今日は早めに終わろうかなと。早めに終わると思います。はい、では、いきたいと思います。今日もワンオペなんでね、皆さんよろしくお願いいたします。それでは出来損ないの巫女続きから遊びます。はい、いや2時間とかでエンディングになったら、まあ確かにちょっとエルデンやってもいいけど、さすがに2時間じゃ終わんねえだ。これどれがあれだ、これか、32時間やってんの、結構やってんなって考えると、確かにもうクリアだな。やべ、2週間ぶりだからちょっと覚えてないんだよな。なんだっけなんだっけ、終わりの村に来た。で、なんか精神世界に入って、心の世界に入ってってやつだ。これどこ行くんだっけ。終わりの島の桟橋から船出て、ああそうか、もう魔物が攻めてくるからってとこか。そういうことか、そういうことか。島食いね。それだ。じゃあ、フィールドに出ます。ダイヤウェポン戦。ダイヤウェポンになるのか？来た。いた。割と、もう倒して終わりなんじゃ。倒して終わりってことはないんだけど。割と本当に1時間、2時間で終わんのかな？あれ？あ、動かない。あ、ジャンプ禁止なんだ。来た、いきなり来た。君とラティはグッドラック号へ乗り込み、はい、島食いの近くまで船を走らせ。島食いね、了解。島を食うと伝わる最悪の魔物、伝承を誠だと思えるほどに巨大だ。でかいのね、やっぱり。村を守るには、ここで島食いを倒すほかない。はい。無謀な戦いだと分かりつつも、君は剣を握る。いきなり？まあでも倒すしかないんだもんね。え？加勢するよ？誰？え？まさか！来た！これは！赤！
赤来た。空からの一線と共に現れたのは、これは心強い。戦士の国で共に戦った赤の巫女ルビアと、来た、その従者グラジオ。やべえ、ケモフレみたいになってきた。一気みたいに、ケモフレ一気みたいになってきた。貿易での遠征中に巨大な魔物を見つけ、うん、船で駆けつけてくれたのだ。なるほどね。思いもよらない赤の巫女たちの助け、お、彼らとなら島を襲う最悪にも立ち向かえるかもしれない。いや、もうラックさんだけだったらどうしようかと思ったから。うん。君は魔物の頭部に向かって剣を天へと掲げた。掲げた。はーん、始まった。あ、え、あ、え、あ、触手的なか。なるほどね。はい、ハプニング。さあ、最悪を退けましょう。はい、水ダメージが5マイナスね。あのさ、装備がさ、あの GM が増える指輪ばっかりになってっから、初手ですげえ数になって6なんだけど。うわ、味方、いや、でもまあミラージバーストだろうな。初手からミラージバースト使っても1残りなんだけど、すげえ。ああ、まあまあまあ、7だったら期待値的には大丈夫です。シュン、あー、そっか、あれにしてないのか。見事な連携です。あの、自身の攻撃力に5追加。こいつもか。じゃあ、あ、違う、こっちが先に来た。一刀両断。いやー、出たら強えけど、52ってことでしょ、出たら。いやー、悩むな。いやー、これは悩むな。まあ、エドラック行くしかないな。エドラックで一刀両断。ダンク。あれ、シンベルどこ行った？シンベルがどこ行った？あった、さっき落とした時に。そう、カバーリングしとこ。いやー、まあ普通にチャージするか。せっかく攻撃力上がってんのに、そこは攻撃しとけよ。うわー、え、全員の呪いにかかんのこれ、マジで。あ、いや、フレームラッシュは使えんだ。あれ、呪いってなんだっけ。あ、回復を行うとダメージか。ああ、なるほどね。じゃあ。49で風ダメージか。49風ダメージ、十分に強いけどな。ただ、一点集中で、2倍。いやー、テンペストでいいかな。いいですね、いいダメージ出ますね。はいはい、回復っていうとあれね、で、状態異常直しを使わなきゃいけないってことね、やるんだったら。俺ね、持ってるよね。あ、待て、ちょっと危ない。これ、あ、今日キーボードが遠い。あ、やべ、キーボードが効かねえ。マジか。しまった。キーボードがうまく効かないパティーンだ、これ。どうしようかな。これ、マウスのだけでさ、スッてできなかったっけ？できるんじゃなかったっけ？いやー、うまくいかないな。マウスがね、マウスじゃねえ、キーボードが光ってねえ。キーボードが光ってねえ。後半のあれが使えねえ。キーボードが呪いだ。まあまあよ。まあ USB を
そう差し直せばいいんだけど、あ、そこコントローラーか、コントローラーでもありか。なるほどね。お前そこかよ。おや、おや、おやって、おやじゃないよ。ここは攻撃したいんだけど、4使って次で回復すりゃいいか。はいはい、さすがに出るか。うん、あ、そうか。まあでもコントローラーを使えば一応動かせるから、アイテムがパキーンと。はい、うお、あ、固定ダメージか。あ、レジストだ。なるほど。で、こっちにして個性になる。あー、コントローラーでやれば。超傷薬持ちすぎじゃね。蘇生薬でいいな。うん。はい。こんなに超傷薬持ってんの、俺。もうコントローラーでやるか、戦闘の時はこれ。マップ画面はマウスの方が明らかに。なんかあれだな、ダイスが君強いね。死ぬんだけど、ラティが、ラティがひたすら死ぬんだけど。マジか、ここは攻撃したいんだけどな。一匹でも減らしたいんだけどな。うん、ナイス。うん、だいぶいい攻撃力ではある。あとちょっと、全体の5ダ、防御力5増加。これはでもちょっとありがたいかもね。逆に10追加ダメージでっけえな。いやー、やれればだいぶだけど、回復した方がいいな、確かだけど。ちょっと頑張るか。よーし、出た。これは右のやつは倒せるから。ん、あれ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 、今なんで失敗したの。あれ？ん？あれ？今9だったよね。あれ？あれ？あれ？全体じゃない？俺全体攻撃と間違えたってこと？あ、マジで？左攻撃してた？マジか。俺普通に間違えたわ。俺全体攻撃勘違いしてた。合ってたんだ。完全にダメですね。やべ、血が足りないのかもね。お、回復する、やったやった浄化傷薬いこうよ。すげえ、すげえありがてえ。出た。まあでもそこは一番硬いから。で、ボスがどう、ああ、先にこっち来たか。こっちが、こっちが敵全体だったのか。俺今完全に勘違いしてたわ。こいつはまあ、じゃあとりあえず倒そう。うん。はい。OK。一匹にしちゃえば、まあ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 、だいぶでしょう。うん、あ、こいつあれか、防御ダウン状態にできる。でもあれなんだよな、これってさ、ハプニングカードでさ、上書きされることあるってことで合ってる。あ、それは違うのか。ハプニングカードの上書きにはならないのかな。それが気になるとこだけど、ハプニングは別、あ、別だったらオッケー、これで防御ダウンにしてしまえば、うん、オッケー。はいはい、11になったので、だいぶでかい。なんだそりゃ。急
99ターンってなんだそれ。お前マジかよ。ふざけんなよ。ふざくんなよ。すげえ、41なんだけど。だけど今クリティカル出てから一気に削ったな。水ダメージが減少。これはこれだったらあいつのあれか、ヘイトトリを使えってことか。そういうことじゃない、これ。これ一回回復した方がいいんだよな。あいつか、あれ減ってるし、一回蒸気薬使おう。うん、はい。まあそれでも全開にはならんか。でこいつが挑発を使う前に本当はシールドとかを使いたいんだが、これはもう挑発しとくしかないな。うん、カキーンカキーン。初めて使ったわ。ちょっと待って、俺の与えた分が、主人公がフレームラッシュで与えた分がなくなった。マジか。さすがになんかあれだな、その何、やべえ魔物だな。マジか、水ダメージが3増か。ちょっとそれは予想外だな。あ、防御を減らすやつももうなくなってんのか。ジムだな。これ、一刀両断使いたいけどな。使うか。状態異常を回復させるっていうあれだよね。もう含めてだったから、防御力ダウンが減った、なくなったってことだよね。うん、よし、ナイス！いいよ、52点で殴れる。わあ、クリティカル出る、素晴らしい。運を味方につけましたか。はい。うん。運だけに。これ、ランページ、今、カバーリング、次の行動までか。行動までなのか。だったら、これ、毎ターンつかなきゃいけないのか。本当だったらシールド使ってからカバーリングなんだけど、まあ一旦カバーリングしとくか。じゃあ、なるほどね。キンキン。まあこれしかもあくまで、ああ、でもやってくれた、やった。読んでんのかよ、やめてそれ、麻痺。これただ削っとかなきゃいけないから、主人公はフレームラッシュ絶対つかなきゃダメだな。いいダメージ出るね。やっぱり2倍撃は。あ、そう、俺も思ったの。行動しなければずっとカバーリングが発動してんのかなと思って。パラナイズに入ったらさ、それってどうなんのかなって。麻痺のカウントが入るからダメそうか。ああ、そういうこと？あ、ちょうど麻痺直しあった、うん、いやーでも言うて体力が少ないか。ちょっとさすがに回復してあげるか。はい、まあうん、一旦だと思った方がっていうのは多分そうだと思う。俺もできるだけタゲを取ってもらって、うん、他の人がやらないようにしていただきたい。うわー、全体、うわ、危ねえ、呪いじゃなく、なかった。とはいえ、ダメージが結構なダメージ。で、フレームラッシュ。うん。はい。うんうんうん。クリティカルではないけど。え？敵味方全体スキルで振るダイスの出目が6になる。え？ 6 確定なの？
いや、とはいえ回復しないといけないんだけど、まあ、確定一刀いって、いって、じゃあ一刀両断なんだけど、って考えたらチャージの方がいいのか。一刀両断確定なんだけど、あれでも全体攻撃じゃない？違うんじゃない？どれでもいいんだっけ？ Y じゃないんだっけ？あ、下、左下か。敵味方全体スキルでのフルダイスの出目が6だから、これ全体じゃないから効かないってことでしょ？これだと。じゃないのかい？ん？全員6になる？敵味方全体の、あー、敵味方全体のスキルでフルダイスの出目が全て6になるね。敵味方全体のスキルっていう、あー、そういうことか。全体スキルだったら、敵味方の全体スキルでだったら俺が言ってることだけど、そういうことね。なるほどなるほど。はい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 。うわー、だったらあれだな、ラティか主人公があれを使いたかったな。66が出たってことでしょ。12アップができたってことだもんね。失敗したな。はい、まあまあでも、うん、火の巫女が、君たちの猛攻を受けても、お、島食いは島への進行を止める気配はない。マジで？仲間たちも全身全霊で戦ってくれているが、うん、まだ戦力が足りないと。戦力が足りないというのか。どこ、巨大な砲弾が空を切り、鈍い音を立てて魔物の触手を潰した。音よ音よ、音おかしくねえか今。砲弾さ、本当に鉄の玉なんだな。砲撃を放ったのは一隻の船。その船には2羽。おお、指示の下で砲撃を行う。マジで？終わりの村の皆の姿があった。え？え？なんでなんでなんで？故郷を守るんだ。厄災を倒すぞ。最悪を倒すぞ。終わってたまるか力を。え？マジか。村人たちの一斉の叫びが言霊となって君たちに届く。え、そっちはもうあれ、俺もうなんか全然助けに来てくんないのかと思ったけど。村の皆はラティを嫌い、うん、避けていた。そう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 。それなのになぜ火星を？なぜ火星を？え？しかし心強い援軍であることに、うんうん、そうだね。君はラティと目を合わせてうなずき合った。うん。君は剣を握り直す。お、島に絡んだ終わりの運命の糸を断ち切るために。マジか。ああ、このまま続くんだ。87のまま続くのね。カバーリングだな。マジか、ちょっと予想外だな。まさかここでカバーリングが役に立つことになると思わなかったな。ああ、全体はやめてください。やめてください、死んでしまいます。それ主人公死なねえか、大丈夫か。うわー、ギリギリチョップ。うわー、ギリギリチョップ。いろいろギリギリチョップなんだけど、2回上空傷口使うか。あ、だ、2回上傷薬を使うんだったらラティを1回復活させてから上傷薬2回か。うん、あ、そうか、呪いか。やべえ、呪いだ。回復したら死んでるとこだったわ。これで逆にしたらもうあれを使うしかないな。あの万能薬セットがあるでしょ。これで、はい、回復して、でここで回復だわ。うわ、1回、あ、いや、2回打てるかな。ギリギリ打てないんだっけ。もう1回あいつにターン回ってくるんだよね。あ、じゃったらなんとかなる。
これで一旦全開だから一旦かな。うん、オッケー。怖っ。ドクシ。ああ、10回復。まあまあそれぐらい。こっからだわ。メスは溜まってるから、石がここからだわ。このターンで倒すぐらいの勢いだ。なん、4出すね。4出すか。4、まあ、うん、ないよりはいいけど。まあ、一回ここで光ダメージ与えるからな、そもそもな。うん。4か。うん。うん、うん、うん。まあ、うん。火ダメージ追加。火ダメージ関係ねえな。あ、関係なくはねえな。4、4上がったか。これ、チャージスペルだな。で、火の巫女がやってくれるじゃない、これ。安定ならこっちなんだけどな。火でも5追加っつってもさ、20追加の方が強いでしょ、だって。いわ、や、うん、やってみるか。使ってねえし。5、あ、5追加は結構強い。うんうんうん。あ、全然だな。あ、まあ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 、こんな、うん。あ、サザンクラスが使えるか。47で殴れる。47で殴れる。15引く。32。32か。いや、でも、だっちゃったら、主人公が2倍撃が使えるから、これ振り下ろすやって、普通に13与えて、これで主人公で決められないかな。あ、そこは大丈夫です。うん、うん、そこは大丈夫です。これで主人公フレームラッシュか、20追加56。いや、これは2倍撃でいいんじゃねえか。火弱くなってるでしょ。いった。しかもクリティカルとこ。今の主人公いくつ与えたんだろうな。80ぐらい与えただろう。きたー。いや、今回マジ主人公強えな。今回のリディ枠だな、普通に強いわ。2倍撃がやっぱ強い。フレームラッシュの強さがやばい。藤岡さんですか。そうですね。皆の力を合わせることで、うん、最悪の魔物を海へと沈めることができた。ほとんどアイテムの力な気がするけど。海を旋回しながら喜び合った後、うん、戦友たちの船は、うん、それぞれの帰るべき場所へと戻っていった。戻っていったそうな。あ、帰っていった。仲間から外れちゃった。マジか。あ、ピン。お前の村にいるグリスに話しかけよう。これ出れないのかな。あ、あ、コレクションの解放。あれ、島食いのエネミーストーリー解放された。え、解放できたの。え、マジで言ってる。島食いどこだ。こっちか。ああ、ここか。巫女の伝承の中で島を食べると伝わる最悪の、魔物、その異形の姿を見た人々は島の終焉を受け入れ祈りを捧げたという。終焉に歯向かう、無謀者たちでいいのかな、によって最悪の魔物は海へと沈んだ。仕留めたのか、それとも深海にあると伝わる巣へと帰ったのか。おいおい、おいおい、なるほど。いや、残ってんだよな、まだ残ってんだよな。そうですか、やったかですね、今のね。これ出れねえのかな。向かう先はこちらですよね。君はキビスを返す。ですよね。しょうがない、行くか。
美しい花が咲き誇る村の花壇の中央でグリスが佇んでいる。うん、母の遺品だ。娘へと一冊の本が手渡された。うん、それは以前に彼の家で見つけたラティの母の日記。はい。ラティは不安そうな面持ちで日記を開く。うん、そして目で文を追ううちに涙を流し始めた。どうしたラティ。日記に綴られていたのは先代の巫女が娘のラティへ抱いていた愛。うん、同時に娘に犠牲の宿命を背負わせてしまった苦悩も記されていた。ラティを犠牲の宿命から逃れさせるために必死だったとグリスが語る。ああ、なるほど。もしかして君が何かを察したように彼へ問いかける。なるほど。何を聞こうか。ラティを蔑んだだっけ、蔑んだでいいんだっけ。終わりを望んだのはラティを生かすため。ラティを巫女の運命から解放したらいずれ島は滅びることになる。そうだよね。村の皆は故郷の島や自身の命よりも、ラティが生き残ることを願ったのだ。え、全員で？おとんだけじゃなくて？マジで？村人の優しさやばくねえか？優しさなのかもわからんな。逆に。の力の源は心だ。うん。ラティの力を失わせるために。おわあ！仕打ちをしてしまったのだと明かす。マジキで？本当に言ってる？横さん大丈夫？ひどいことをして本当にすまなかった。とグリスは謝罪した。長い月日にわたる村ぐるみの優しい嘘。おお。両親と皆の愛を知ったラティが、うん、父の胸へと飛び込んで泣き叫ぶ。お、辛かったよ、苦しかったよ。でもみんなが大好きだから。ラティの心のずっと奥底にしまわれていた声。喋った。村を吹き抜ける風が親子を祝福するかのように花びらを空へと運んだ。え、エンディングこれ。色とりどりの花吹雪の中。え、エンディング？ラティの無邪気な泣き声が村に響き渡っていく。え、終わりという運命の雲を晴らすように。え、エンディングの流れなんだけどこれ。え、本当に言ってる？違うよね。え、ハッピー、え、いや、え、あ、ちげえ、第4章が終わっただけか。なるほど。いや、もう読めない。早くて読めない。でもこっから何が起こるんです？こっから何が起こるんです？出来損ないの娘を見る父の視線。それらの言動は全て幼い巫女を守るため。まあ、ラックの謎とか確かにないか分かってないからな。不器用な村人たちの優しい嘘だった。父の胸で泣く少女、村に響く澄んだ声が終焉を表していく。終わりの村の物語。フィン。こっからどうなんのよ。倒しちゃったしさ、なんか暗録された。晴天に舞う花びらと声、秘められた家族の愛。ラティは家族愛の思い出を胸にしまった。うん、精霊の塔の2階にいるラックの様子を見に行こう。なるほど。
グリスのキャラクターストーリー裏面が解放されました。ラティの母のキャラクターストーリー裏面が解放されました。なるほどね。バッキッつって大丈夫かな。違う、キャラクターだよね。あ、いえ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 、あれこれプラスとプラスじゃねえ、あれの決定ボタンが逆だな。普通だな。コントローラー B、 あれだな、 B と A が普通の決定と、あれだな、 Xbox 基準じゃないな。終わりの村で村長を務める聡明な男、村人たちの相談を親身に聞く彼だが、心を許した態度を誰かに見せることはなかった。ん？あ、沈没船はね、うん、今まさに行こうと思ってたの。さっき行きゃあった、むしろ。彼の自室にしまわれた年季の入った箱、中には可愛らしい絵、小さな木の実、愛する娘からの贈り物を見て、彼は、あ、何？暖かに？暖かじゃないか、なんつうんだ、健やかに微笑む？これなんだ？なんだっけ？なんて読むんだっけ？忘れちゃった。ラティの母。女は昔から料理が大の苦手だった。みりんさんかな。簡単な卵料理すらなぜか焦がしてしまうほどの腕前、みりんさんかな。そのため結婚してから必死に練習をした。彼女に娘ができても料理は一向にうまくならない。だから失敗した料理も美味しそうに平らげる娘がたまらなく愛おしかった。あれです、なんだっけ、キッチンクックじゃなくてなんだっけ、クックパッドじゃなくてあれなんだっけ、あれいつもホットクックだ、そう、ホットクックがあれば、うん、なんとでもなるぜ、うん。いや、このタイミングでそう、絶対ラッティがいないから沈没船に行けると思うんだよね。そうそう、だってほら、行けんだもん。あ、ほら、大海原行ける。アイテム別に大丈夫でしょ。結構、まあ、あれ、なんかさ、この間の時すげえ買ったんだよね、確か。うん。錠でしょ？錠傷薬でしょ？で、万能薬でしょ？で、蘇生がまあ2個だけど、まあまあ、そこは大丈夫やから。うん。釣りクエ、そういえばあれだな、成功したことないな。これでどこっつったっけ。沈没船、幽霊船、あれ右上だっけ、左下だっけ、南だっけ、南か。南の島にいる？島にいるで合ってる？こっちなんだ。ん？こっち？こっち？どっちもいいだっけ？あれ？ん？この南西？南西でいいの？南の島だっけ？俺ちょっと忘れちゃった。なんか隣の島だって気もするんだよ。あ、船にはどっちでも行ける？ん？ちょ、とりあえず中入ってみて。うん。どっちからでもジャンプできんのか。ああ、そっかそっか。別にたどり着いてるからか。ここのってことか。やべえ、どこだか忘れた場所。右上かな？違うな。あれどこだっけ？あれ？船が見つからないね。あれ？え？これさ、え、じゃあどのタイミングで行くの？ここだよね、確かね。あれ？違ったっけ？
ここにあったのか。あれ？え？あ、ラックがいないとそもそも発生しないのか。ちゅうことは他に条件があんのか。どのタイミングで行くんだ。じゃあ行けないようになってるってことだよね。そうそう、このタイミングでないってことは、でも他のタイミングってどこだ。なんかあんのかな。海へ出るには、そうなんだ。普通に分からんな。なんかあるのは確かだろうけど、どう行けてたっけ。精霊の塔行けてたな。行けないんだ。行けないようになってるとは思わなかったな。そう、ラックがいる状態で何かしらやって、そのラックがなんか動けないでござるみたいなやつとかって話かな。ちょっと分からんな。2回行くっすよね。あ、ラックだ。いたね。いや、祭壇。幾度となく見てきた祭壇がある、触れてみても特に何か起きる様子はない。セリフちゃんとあるんだな。君がラックを心配して見に行くと、はい、彼は祭壇の上でくつろぎながらあくびをしていた。なんで。自称精霊は君に気づいた途端に姿勢を変え、痛え、つれえとうめき始めたが、バレバレだ。俺かな、俺の腹筋かな。ラックー。ラティは自身の声で初めてぬいぐるみの名前を呼ぶと、勢いよく抱きしめて頬ずりし始める。頬ずりしてんだ。ラックは驚きと苦しさと嬉しさの相まったような表情でしばらくラティの腕に揉まれていた。驚きと苦しさと嬉しさの相まったような。無事いつもの仲間たちが揃った。君は今から再び心の世界へ向かい、巨大な影にとどめを刺すことになる。あ、いや、そういうことか。警戒は怠らないことだ。え？準備ができたならまた祭壇に触れてみるといい。え？え？あれ？こ、あ、うわ、what？こっちがラストだよね。そうだよね、多分ね。ラスボスになるんだろうから、一旦セーブしといて。で、この状態でラックがいる状態で、そう、スチンボス戦に行ったらどうなるかだよね。これもうやり残したことありませんかだよね。そうだよね。ちょっとわかんないけど、まだそのなんだっけ、続きがあるんじゃよみたいな。ここにいきなり行って、でこの状態でまずそもそも沈没船がおるかどうかだよね。いるね。イベントだけどお化けが出そう。続ける。ダメなんだ。なんかフラグがあんだな。じゃあでもさ、ここの、どうなんだろうな。他のところでなんかやってくる。他になんかお化けが出てきそうなとことかあるかな。なんかあんのかな。
お守り？お守り？このお化けに効くお守りを装飾屋で売ってるとか？お守り。呪い。お化け退治があんのかな？退治の指輪を持ってるといけるとか。これ持ってたっけ？わかんねえや。一応なお金いっぱいあるから買おうか。なんだ。やべ、わかんねえ。道具屋。これでなんか遊戯場で何回か勝ってるととかだったら 笑っちゃうっていうか、ふざけんなって話なんだけど。蘇生薬買っとくか。ここぐらい。4個買って、これで6個になったな。6個ありゃいいんじゃねえか。西側の島内うろうろして出るランダムイベント。何それ。マジで言ってんの。まあ今までもランダムイベントであったからな、確かにな。それはそうか。しかも西側の島なの？南の島じゃなくて。ここじゃないんだ。本当に言ってる？やるだけやってみるか、ここまで来たし。そこ？そこ？ここの島ってこと？南の島の西側ね。ああ、なるほどね。俺の要するになんか沈没船の近くとかうろうろしとけってことだな。敵。頑張ってください。頑張ってください。南の島内じゃなくて外に出たところの海でランド。もう全然違えじゃん、いろいろ。全然わかんねえよ。まあ偶然のね。海のイベントがあと2つあるってなんだそりゃ。わかんねえもんな。ここじゃないってことね、じゃあね。で、海に、ここから海出て、なんかね、ランダムのイベントに入ればってことね。諸説ある。これで、はい、アイテム発見しちゃった。まあ、俺が結局選んでないから俺が選ぶぜ。まあ、どっちみちレベル低いとこだから、なんか低いやつだろうけど、ショー！まあまあ、こん中だったら当たりなんじゃないか。逆に？逆にね。ちょっとじゃあ海行ってみるか。じゃあ、じゃあ足踏みしててもいいのかな、普通に。イベントなんだったら。どうなんだろう。退けましょう。はい。あ、ギリギリだねえか。これで光弱点とかじゃないよね。ある程度場所あった。マジで。そうするとちょっとめんどくさいな。お金さえあればやるし。なんだろう、だったらめんどくせえから永久脱毛してハゲになっちゃった方が楽だな。完全ツルピカになった方が楽だな。あ、イベントだ。宝箱が、どんぶらこ、どんぶらこ。引き上げてみると、そこの中にはガラクタが転がり出てきた。君は期待が外れたと肩を落とす。するとラティがガラクタの中から何かを拾い上げ、
君に向かって得意げに微笑んでみせた。意外に強いの見つけたな。意外に2シリーズのやつを見つけたな。思ったより効果高いやつだった。びっくりしちゃった。潮風を感じ。あ、ごめん。ごめん。飛ばしちゃった。意外にいいやつだよ。買ったらそれなりにするやつだもん、今。退けましょう。はい。これミラージュバースでいいのかな。あ、いや、違うか。別に控えていいのか。普通のお宝ですよ。あの、まあ、守りだから使わないけど、使わないけど、効果的には、うん。これ、こいつ、あれか、あれないのか。全体防御。うわ、くそ、めんどくせえ。もう、ちょっとダメージを食らってしまう。しかも10。固定ダメージ10か。めんどくせえな。はい。砂浜近くかもしれない。南の島の近くってこと。あ、そうか、ラティを攻撃してくれた方が楽なのか。まあ南の島のあれではあるからね。砂浜ってどこっちか。ボヨン。あっ、今魚だった気がするけどな。今は魚だったら、え、バッチリ見えた。マジで俺分かんなかった。っていうかこれ急に出てくるからさ、コメント見たりするから分かんねえんだよ。薬マジで。じゃあキャッチ、薬キャッチプリキュア。あ、薬キャッチプリキュア、さすが。高級傷薬をお前吹き出すな。うん、波の音がここ。あ、ごめんなさい。つい飛ばしてしまう。うん、酔ってるから全く追えん。酔ってる、酒飲んでるってことですか。です。普通に酒飲んでるってことですね、それね。まあ帰ってきて晩酌の時間ではあるけどさ。普通に酒飲んでるのね。なんだと、お前なんでラックに何の恨みがあるんだお前ら。どんどんラックを削っていくじゃねえか。江戸さんの華麗なゲームプレイに酔ってるのかもしれない。それ酔うのはさ、俺じゃね。それだったらそれは自分のさ、華麗なプレイに酔ってる江戸さんの図なんじゃないのそれ。わかんないけど。アイテムを発見しました。今日はもう終わるかもしれないで、俺が全部やるぜ。いけ！おいや、高級きた。うん。オッケー、素晴らしい。ラックを回復してもいいぜ。出るかな。一応一個ずつ歩いてみる。海原。うん。胸が躍りますね。ずっと海原にいるからね。片勝さんのツイート？いつのやつ？この間のやつじゃなくて？今日のやつ？今日のやつなの？あ、経験値2倍。この間の電子ツイートじゃないの？違うのかな？あれ、なんだっけ？なんか出たっすかね？忘れちゃった。あ、経験値か。あ、前のやつね。高瀬さん酔っ払ってるときはもうあれですか、あんな感じですから。本間さんもあれだからな、なんか昔のね同僚だからね、知ってるからな。経験値がもらいました。そう、片瀬さんと富山さんが酔っ払いなのはもうなんていうか既成事実なんで。うん、もうちょっと来た。もうわかんねえよ。あの浜辺に近かったって人もいればどうなんだろう、わかんねえ。とりあえず今うろうろするけど、うん、ほろ酔いさんか。ポータルナイツで喧嘩してるの楽しかったな。片
さあれポータルナイツで喧嘩してたっけ。ポータルナイツで喧嘩してた。え、な、え、ポータルナイツだっけそれ。やべ、わかんねえ。ランダムだったら最悪足踏みでもいいのかなってとこですね、これね。うん、さあ戦いです。はい、麻衣子さんあれですよ、今が嘘ついたら死刑っていうあの世の中だったらあなた死んでますからね。うん、ラックのレベルあったわ。うん、お、これか、これか、これか、南の方から、お、小舟が岸壇に近寄ってくる。これじゃない？乗っている釣り人は顔面蒼白だ。これじゃない？君が声をかける。うん、釣り人は震える声で幽霊船が出たと答えた。これだ。南の島の西端で釣りをしていたと。うん。霧の向こうから不気味な船が突如現れ、現れた、現れた。慌てて逃げてきたらしい。いた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 。半信半疑な君をよそに、うん、ラティは神妙な面持ちで釣り人の話をメモしている。メモしてんだなるほどね、幽霊船ね。あれ怖いのやだなって書いてあるよね。うん、でもこのイベントがないと進まなかったってことね。来た来た。何が待ってるんですこれ。全然想像つかんわ。普通に幽霊船探索すんのか。じゃあ出たでしょこれで。ふとラティは何かを思い出したのか、はいはい、震える手でメモを取り出したこの船が釣り人から聞いた幽霊船なのだろうか。うん、あ、まだ足んない可能性あるな。ラティは怖がりながらも気丈に振る舞う。あ、君は彼女を気にかけつつも探索を続けることにした。あ、すると、すると、あれ、亡霊が姿を現した。亡霊は生きた人間に恨みでもあるのか、君たちに襲いかかってきた。普通に戦闘になるのね。じゃああれだな、これイベント自体はこれで戦闘すれば終わりっぽいな。うん、あー普通のね、もうこれフォースインパクトで死ぬんじゃない、下手すと。これクリティカルでしょ。クリティカルじゃないでーす。トムの負けでーす。ポルターガイストって光に弱くなかったっけ、違ったんだっけ。そっか、俺光に弱いかと思ってたわ。地味、すげえ地味にダメージ食らった。じゃあ風でか、そうか、なんか前もポルターガイストって光に弱えって俺思って失敗した覚えがあるわ。さよなら。なんかあれでジョバンニが、亡霊を追い払うと、そこには指輪が落ちていた。お、亡霊はこの指輪に取り付いていたのだろうか。何の指輪これ。ああ、クリティカル発生ね。あ、あ、お、お、あ、なくなる、なくなる。あ、なくなった、終わったわ。特にいらんかったけど終わったまあ確かにそうか、序盤、あー、まあ青の巫女のとこだから序盤に来るとこか。そっかそっか、確かにそうだね。え、これでもうなし、俺やることない、他ない、大丈夫、もうあ、もう一個っつってるけど、もう一個って何かあったっけ。え、卵に関してはちょっとわからんな。
右上の沈没船、あーこいつかこいつか、扉開かなかったね。これも足踏みしてりゃランダムメイント大きいんじゃないこれ。無理かな。無理かな。戦いです。一回ちょっと回復しようぜ。ラックあれだから。全然なんだ、見つけてからだいぶ放置してるからさ、全然分かってなかったわ。でもここが海的には最後な気がするけどな。うん。そう、フラグが違う場所だったらもうちょっと分からん。ラック弱えな。ラック絶対これつなぎの人だから弱いな。中からなんかさ、すげえ魔物が出てきてラスボス戦で急に強くなるとかじゃなければ。うん、これってどっち、あこっちかな。こあれよ、逆にこいつ風邪効かねえのかな。ウェ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 、あれアビークだ、合ってた。よいしょ。ワクチン、あ、俺もね、どうしよっかなと思って、今、ジョバンニと同じ日に合わせようとしてんだけど、多分金曜日かなんかに、売って、で、もう金曜日は放送休みっていう感じにしよう。で、金土日休めば、まあ、さすがにワクチンなんかあったとしても、大丈夫かなって感じだったんで、俺もね、やっと来ました、ワクチン券が。うん、なのでね、そうそう。で、ただね、ジョバンニがあれなんですよね、その打てる日が、もっと俺の打てる日とその差があってさ、うん、そうそう、だからね、ちょっとどうしようかなみたいな感じ。まあ別にそれぞれで打っちゃいいんだけど、うん。で、俺これどうすればいいんだ。もう海をガンガン行くしかないのかな。うん、3回目のワクチンで帯状疱疹で、マジで言ってるのすげえ嫌なんだけど、帯状疱疹痛えんだよ、あれ。ひたすらに痛えんだよ。やだな。帯状疱疹はもうやりたくないな。海うろうろしてりゃいい俺、これもう、まあ別にやんなくてもいいんだけどね。正確にはね、一番気になるのは俺正直卵ぐらいなんで。うん、帯状疱疹は本当にね痛いんですよ。うん、まあいいかな。なんかちょっと終わりの島までちょっと海一歩一歩攻撃して、で出たらラッキーぐらいじゃない。うん、昨日撃ったの？マジか。うん、帯状疱疹なったの？マジで？結構帯状、なんだろう、免疫力が一回下がるってことなのか。帯状疱疹って基本的に免疫力が下がって、そう、水疱瘡の菌が、お、出ていいんすかってなってバーって出てくる感じだから、だから免疫力が下がるっていう、そのトリガーが絶対あるはずなんですよ。うん。東の地、新米入口町へ来た。入口はこれか。この辺か。大海原、びっくりした。胸が躍りますね。あの疲労の時もそう、疲労の時って結局体の免疫力下がる時だから。うん、そう、あとはストレスもそう、ストレスでも免疫力下がる。まあ基本的に体にとってのデバフを
食らってる状態の時は大体こう免疫力が下がってくるもんだから、それの免疫力の多分まあ数値に数値化できるか分かんないけど、例えば20を下回ったら帯状疱疹が出やすくなってる状態みたいな、ガチャみたいなもんですよ。うん、帯状疱疹ガチャですよ。うん、だから出ない人はもう95% の確率で出ますよっていう状態なのにかかわらず出ないんですよ。うん、そう。その免疫力ガンフリの人もやっぱいるか ら, だからそれこそさ、なんだっけあれだよ、三つ代とかもさ、あの風邪ひかないって言ってたから、うん、やっぱそこの免疫力ガチャっていうか、ガチャじゃねえ、それはガチャじゃねえ、免疫力ガンフリのステータスになってる人やっぱいるんだよね。うん、そうそう、帯状疱疹は本当にね、うん、風邪ひかないけどインフルに、風邪とインフルって別物だからさ、そう、だから、なんか、風邪の、なんか強い版みたいに言われてるけど、そう、あの、なんか別物なので、そうそうそう、症状は似てるけどみたいなね。風邪はあんまりひかないけど、偏頭痛で大体いつも頭痛い。ジョバンニもお腹痛い、お腹痛いって言ってるかな。似た者同士かもしれんな。それがお腹かあれなのかっていう、まあ頭痛に関してはだから俺ほらこれのさ脳の検査で行ってきて言われたのがやっぱりね、あの何腫瘍があるとか血管がおかしいとかそういう原因が特に脳に存在しないのであれば対処療法でしてればいいよっていう、その薬飲んで痛みを和らげるっていうので全然平気だって言われたからさ、ね、うん、そうそう、だからまあ頭痛い時は素直にもう頭痛薬飲んでねって感じらしいっす、うん、まるで潮風を感じるようです。最近風邪ひかなくなったよね。俺もそう、だからコロナに なってっていうか、コロナ予防でさマスクをつけてさ手洗いうがいをさするじゃん、あのみんな。だからその自分が引かないのもそうだけど、人からもらうことがないから、うん、そう、風邪が流行んないんだよ。だから引かないんだよね。うん、江戸さん体調悪いの？なんで？体調悪いんじゃなくてね、体が痛い、あとは今日は血を抜かれまくったからなんかあの疲れた。うん、体痛いおじさんですね。あー、これか、これか、あ、違う、釣りだ、釣りか。釣り成功したことねえからな、うん、やるしかないわな。 ついに釣りを成功させていただきたい。いけるか、助言ね、ここからで、ここから。いやー、わかんねえよ、これ。大物を予感されるさせるっつってるから、我慢したいんだけどな。やるしかないか。大物で、釣りって成功しないんじゃない、このゲーム。釣り成功しないんですけど、マジでこんなに成功しないとは思わんかったわ。激鱗より出ないわ。マジかよ、本当に出ねえな。あとそのなんだ、イベントも出ないな。もうちょっとだけやってダメだったらもう行くしかないな、次んとこ。うん、そう、我慢がそもそもダメなのかな、どうなんだろうね、その設定的な話ね。お疲れ様でした。うん、
その釣りの本当の釣りはそう我慢なのはその通りなんだけど、うん、ここでは我慢しちゃダメみたいな、もう今だって釣っちゃうのが正解なのかもしれないね。うん、そう、うん、どうせアイテムだからっていうのあるし、結構多分最強のアイテム的な感じで揃ってるからもういいのかなっていうね、うん、忍耐もだけど、うん、あのね、まゆこ、それはね、箱根の釣り名人に会うとね、覆されるよ、マジで。技術ですね、釣りは。技術と道具。本当に。いや、マジで、芦ノ湖の釣り名人はね、本当にびっくりするわ。うん。いやー、もうね、そう、技術というか、道具はもうソナー使うから、魚群探知機を使ってるわけですよ。うん。ただ、魚群探知機を使ったからといって、必ずしも釣れるわけじゃないのね。なんだけど、なら、箱根のその釣り名人と一緒にボートに乗るじゃん。そうすると、まず魚群探知機で魚群を追います。ワカサギの場合、確実にもうどこにいるか、もう分かるんだけど。で、ある程度そのマス、ニジマスとかを釣るときも魚群探知機使って、うん。で、この辺にいるなっつってボート止めて、でもうこっち側につ、あの、ほら、左右に、ボートも左右あるからさ、こっち側に釣る、あの、投げてみたいな感じで言われてさ、投げるじゃん。でさ、で、俺らがこっち側に投げてる間にさ、逆側に投げてんのよ、釣り名人は、2本ぐらいすでに。で、例えば俺とのみさんの時だったら、のみさんと俺が、こう、待ってて、こう見てると、もうこっちでおっちゃんが、あの、のみさんに、この竿引いてるからもう引いていいよ、つって言われて、はぁってなって、そのまま、あの、巻いていくと、もうニジマスかかってんだよ。意味わかんないんだよ。本当に。俺が投げた、俺がキャスティングをした竿にはかかってねえんだけど、本当にね、びっくりするぐらいね。いや、今度だから、ほら、明日のみさん来るからさ、放送の時に聞いてみそれ。そうしたらわかるよ。あ、釣り竿来た来た。付き合う付き合う。いや、びっくりするぐらい、どこに魚がいるのかがもう分かってんだよね。本当に。うん。あの、ね、いい棚が見つかるとかは、その、初の時はそうだよ、もちろん。でも、芦ノ湖の釣り名人は、もう、何十年と、芦ノ湖で釣りをし続けているので、元になるのかな ?TOKIO の永瀬くんすら、釣り名人と一緒に釣りに行くぐらい、うん。本当に釣り名人なわけですよ。だからもう場所が分かってるわけですよ。うん。どこに何があるかじゃないけどさ。うん。そうそう。これはもう今だ引き上げろを押すしかないんじゃないこれ。行くぜ!竿は引き算にしない。一定の抵抗を見せている。やっと釣ったけど。ラティが勢いよく竿を引き上げると、釣り針に小ぶりな魚がかかっていた。小ぶりだ。ラティは初めて魚を釣り上げた喜びにラックを抱きしめて嬉しがる。いや、よかったな、ラティ。君はその魚で、うん、本日の食事にラティ専用の一品を加えることにした。なるほど。別にいらねえな。大物がかかった時に大物を釣り上げるとさ、何がもらえんだろうね。それ次第だわ。合回復するだけだわ。美味しかったね。うん。ラティ美味しかったね。あ、深見さんごめんね。あのね、そう、釣り名人の話だわ。釣りとはじゃねえわ。俺が言ってんのは。あ、芦ノ湖の釣り名人は、そうっていう話だわ。そうそう、海釣りとかそういう、うん、あれではないね、うん、いろんなところに釣り吉三平みたいに初めて行って
なんか、おいおいイベントだぞ。釣りか釣りか宝箱でーす。ギャンさん、なんだっけ、前ん時さ、なんかすげえさ、釣り行って、遠くに釣り、遠征行ったけど、オケラで帰ってきたっつってさ、VR かなんかの時だけど、で、VR 出れねえみたいなやつでさ、で、オケラで帰ってきたら笑っちゃったんだよな。笑っちゃいけねえんだけどさ、残念だったねっていう。うん。あ、要するに一匹も釣れないってこと。うん。結構頑張って、うん。あ、坊主って言うけど、オケラとも言うね。宝箱の中を覗いてみる。え？中には、え？傷だらけの鍵が入っていた。え？その鍵をよく見ると、え？かなり昔に忽然と姿を消して世を騒がせた、ある豪華客船の名が刻まれていた。え？なんで？君は、その鍵をカバンの中にしまい込んだ。え？これイベントじゃなくて今敵だったよね。え、あれ、俺今喋りながらだったから分かってなかったんだけど、敵からドロップっていうか、敵からその何派生するイベントってことなの、これ。マジで宝箱を出す敵がフラグってこと？わかんねえ。まあ、宝箱が漂ってて、それで敵引いたわなんだわって思ったら、その敵を倒したら鍵が出てきたでござるってことね。わかんねえ。さらに君たちは船体に貼られたプレートを見て、はい、思わず息を呑んだ。はい。そのプレートには、うん、かなり昔に忽然と姿を消し、うん、世間を騒がせていた豪華客船の名が刻まれていた。ゴーイングメリー号。君はカバンから傷だらけの鍵を取り出すと、はい、船室の入り口であろう扉の鍵穴に差し込んだ。お、するとガシャコ、きしむ音を上げながら重い扉が開く。船室の中からは悪臭が漂ってくる。絶対ゾンビ系だな。まあ入るけど。嫌な予感がした君は皆をその場に留め、え、一人で行くの？マジで？主人公あれだな、何でもありだな。そこには無数の意外が横たわって、うん、争った形跡はなく、うん、皆精魂尽き果てて吐き切れたように見える。本当にナンパ船でもうご飯も水もなくなっちゃって系か。魔物たちが生み出した渦潮によって、うん、この場所に船ごと閉じ込められたんだ。うん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 。そして食料が底をつき、君は幼子を抱えて骨と化した遺骸の前にひざまずき、静かに祈りを捧げる。マジか、幼子も一緒か。黙祷を終えた君は足元に何かが落ちていることに気がついた。じゃあ幼子の骨じゃないのそれ。お、会心2。あー、これはまあ当たりだけど、会心2、攻撃にプラス回転、会心がとても上がるだから、まあ確かに強いけどね。船室から出た君は、うん、心配そうにしていたラティに向けて良いものを拾ったと大げさに喜んで見せた、うん、まあまあな。そんな君を見たラティ、うん、明るい表情を取り戻す。あ、その幼子を抱いたね、骨とかのことは言わないであげてるわけだな、ラティにはな。君たちは朽ちた豪華客船に別れを告げ、うん、本来の旅路に戻ることにした。なるほどね。ザバで、いなくなった。船に戻ると、ナンパ船は海の中に沈んでしまった。誰かが来ることをね、待ってたんですね。
あのほらうちの親父がさ首吊り自殺の人を発見した時がなんつうか待ってたっていうか引っ張られたやつね。あのそう朝作業外で作業してたらさ誰かがこの脇腹を引っ張るっつって、うん、でなんか竹やぶんとこだったんだけど、でしゃがんでそのボイラーの作業してたんだけど、そう、それでなんだけどなんかこうまあ竹やぶの道がこう続いてんだけどちょっとカーブになってるんだけど、でそこでなんかしゃがんで作業したら誰かがここの脇腹をとにかく引っ張るんだって、うん、で何ぞってなって誰もいないからさ、でこっち、まあ、左側の方にこう続いてる竹やぶの道を見たら、まあ、ちょっとこうなんか影があんなみたいな、でちょっとこう覗いてみたら人が立っててさ、そうで本当にもう10メートルもないぐらいのとこだったから、そうでそこで初めて気づいて、なんで人が立ってる、人じゃないなこれ、マネキンかみたいな感じで立ってて、これまあ前も話したから知ってる人は知ってるけど、そうあの割と本当に近づいて、本当もう1メートルっていうかもう何十センチぐらいまで近づかないと分かんないぐらい綺麗な死体だったんつうんですよ、あのマネキンかと思ったぐらいだから、そうそれであのねその弓のここでここの弦じゃない方ね、ここの木しなる木だったんだって、たまたまそれが弓の原料に使うような、でそこので首吊ってたから、首吊った後にその吊られた状態じゃなくて足がついてたわけよ、そうそのままあの重みで落ちてきてしなってきて、だから本当に直立不動の状態で人が、女性だったんだけどが立ってる状態だったっつって、でだからすごい綺麗な死体で、だからでもまあそれでも顔面真っ白みたいな感じだから、逆にそれでマネキンに見えたっていう、うん、そうそう、それで気づいて、うわ自殺だって、首吊り自殺なんだっていうので気づいて、で朝さ俺が本当何7時とか7時過ぎとかで、あの中学校の時だけど、うん、でその顔洗ってたらさ、親父がさあの扉開けて入ってきてさ、うん、こんな時間になんだと思ってさ、いつもその時間にはその帰ってこないっていうか、もう仕事行っちゃってる時間だから、うん、その旅館の仕事に行ってるからさ、うん、で入ってきたからさ、どうしたのお父さんつって言ったらさ、清人自殺だって言われて、どこの刑事だよとか思ったんだけどさあのそんなこと朝からさ、顔洗ったばっかの中学校の男の子がさ聞かされてもさ、なんのこっちゃですよどこの刑事だよマジでって感じ、はぁみたいな、何それってなって、うん、それどなんでな、自殺みたいな感じで、あそこの俺はまあ説明されれば分かる場所にで、クソ首吊り自殺で今見つけてきてしまったって話をされて、ウェーってなって、何それってなって、そうで俺もなんかなんつうのかな、興味本位で、え見てくるっつって俺走り出しちゃってさ、普通にさそこの場所に向かっちゃったんだよね、わかんなんか本当に興味本位よ、ただの自殺だって言われてんのに、でーってどこを探しててさ、中学校でまあ好奇心が上回ったのかね、怖いじゃなくてね、で行ったんだけど、親父が見つけたところはその竹やぶの道の下側 の入り口だったんですよ、の入ったところだったんだけど、俺が行ったのは、俺場所は知ってたけどどっちの入り口まだ聞いてなくて、で上の入り口から入ってったのね、入ってたっていうかにたどり着いたわけよ、それで上の入り口までたどり着いて、あれいないないなって思って、ないなって思いながら、そこでハッってなって、あれ俺これ道を進んでったら出会うじゃんってなって、えやべえ帰るって帰ったのよそこで初めて我に帰ったのだから見てないのよ俺は、うん、
そこまでは入り口までだから下の入り間違えてって言い方変だけど、そう上の入り口じゃなくて下の入り口にそのまま行ってたら見ちゃってたの。うん、そう正気に戻ったの。うん、だからすごい不思議な事件だったなっていうのがあったけどね。うん、そうそうそう。これ何の話からこの話になったっけ。ああそうか、死んでたっていう話でってことか。見ちゃった見てなかったって話か。そうそう、敵出てくんのかい。うん、そう呼ばれた呼ばれてないの話。うん、でも呼ばれた呼ばれてないの話をするんだったら、俺も高校生の時に、高校2年の時にあの首吊り自殺第一発見者になってますから、バスから見たやつなんだけどね。なんか近くで見たわけじゃないけど、箱根湯本の橋のたもとに首吊り自殺が朝あって、で高校生の2年の時の江戸さんは、あの江戸少年かがちょうど箱根湯本、箱根湯本のところを見たことある人は分かると思うけど、橋がそのちょっとかかっててみたいなのがあるんだけど、あの早川っていう川が目の前にあって、それで、まあ、始発のバスでさ、小田原の学校に行くから、でその時数学のテストだったのよ。でその時その現場の近くを通るまでは数学の教科書を見て、わかんねえなあと、数学ほんとわかんねえなあとか思いながら見てて、一応勉強しながらバス乗ってたんだけど、で俺はそのバスの右側に乗ってて、その右手側にの端にのたもとにその死体があったんだけど、そう本当にそこ、その時だけ窓の外を見たんだよで窓の外を見てお、まあ、バスは前に進んでるからね、近づいてはくるんだけど、あそこの橋のたもとって人が建てる場所みたいな。あれ、いやでもあれん立てあれっつって、こうだんだん過ぎてからふーっつこっち行くわけだけど、で過ぎてからんってなって、あれあのさっつって、俺左側の席に座ってた、あの通路挟んで左側の席に座ってた幼なじみ、あの釣り名人の息子釣り名人の息子なんだけど、そこは釣り名人関わってくんだけどさ、釣り名人の息子がもう一緒の学校だったから、なあのさっつって、今さ首吊ってなかったつって言って、それではぁみたいな、どこみたいになってさ、いやもう過ぎちゃったんだけど、あそこの橋あんじゃんつって、あそこの下にさ多分人がいたのは間違いないけど、首吊ってたんじゃないかなみたいな、え、なんで言わねえんだよみたいな言われて、で前の席にもその幼馴染の女子が座ってたんだけど、もうやっぱ見てないっつって、うん、でしょうがないから、そこ箱根湯本だったんだけど、小田原まで行って、小田原の駅まで行って、小田原の駅で降りて交番があるから交番に行って、すいません、あの箱根湯本の橋のたもと、あそこの橋あるじゃないですかっつって、で、ね、多分首吊ってたと思うんですよっていう話をして、そう言ったら、俺が第一発見者だった。やっぱそれが不思議なんだよね。別に、まあ、始発は通ってるし、箱根湯本の駅自体はね、動かそうとして人はいるわけだし、なぜか俺しか見てねえのよ。それで俺が第一発見者になっちゃって、でただ一緒に見に行けますかって言われて、それでいや数学のテストなんですよって言ったら、それはダメだね、行けないねって言われて、じゃあちょっと何かあったら後で連絡するからって言われてあ、そうか、首吊りの発見よりやっぱり数学のテストの方が重要なんだなっていう風のをすごく高校生の時に思いました。うんそうで、テスト終わってから1週間ぐらいはかかったけど、一応事情聴取みたいなのをされなきゃいけないらしくって、第一発見者だからバスからとはいえ、それでなんか聞かれてさ、どういう風に見えましたとか、そのどのぐらいの年齢だと見えましたとかいろいろ言われて、うん、そうそうそう、まあそうね、バス乗ってて偶然っていう状況だからっていうのはあったかもしれない、実際。うん、そういやー、もうだからね、親子2代にわたって首吊り自殺を第一発見者になってしまったっていう話。
何の話してんのかよくわかんない。箱根怖いって思うじゃん、あのニコニコの人なんだけど、あのね、それこそ釣り名人も水死体とか発見してるし、あの芦ノ湖って藻深いんですよ。芦の湖って書くぐらいだから、ちょっとこう中から水草じゃないんでいっぱい入ってるんだけどさ、そう、それがあって、やっぱり、ね、自殺者もいるから、で藻に絡まってなかなか浮いてこないんですよ。それで釣り名人とかが釣り行ってたりとかするときに浮いてきてとか、あとお疲れ様でした。その釣り名人、その山、箱根も山だからさ、そこさ湖だけじゃなくて、なんか山に山菜とか取り行くとやっぱ見つけてとか、箱根ね、結構やっぱね、その都内からも近いし、あの自殺する人が来るのよね、意外に。だから俺が見つけた人も結局何、1ヶ月ぐらい前にもう捜索願いが出てて、あの、なんつうのかな、まあその人はどちらにせよなんか会社とかの人ではなかったらしいんだけど、その仕事とかも嫌になっちゃって辞めて、そのフラフラいろんなとこ行ってみたいなで、最終的にはそこで自分で首吊ってみたいな感じだったんだけど、そう、 うちの親父が見つけた人は女性だったけど、俺は おじさんだったんだけど、もうその富士の病かなんかでもう絶望になっちゃって、たまたま箱根にたどり着いてそこでっていう感じだったらしいのね。そう、なんかね、だから、なんだろうね、なんか変な運命でというかさ、変な家系だなみたいな、ちょっとありますよ。呼ばれたのかなんのか分かんないけどね。で、俺何すんの俺で何すんの、あ、精霊の塔に行こうって言ったんだ。ちょっとトイレ行ってくるわ。だって、うろうろすることしかしてなかったからさ。あ、そうか、村行くわ。村行く、ちょっとトイレ行ってくるわ。あもう立つだけで腹筋と足がマジで痛いんだけど。腹筋やべえ、久しぶりの腹筋がやばい。エルデンリングはだって腹筋動かさないじゃん。反り込みさん、だから今日は休みです。あのリングフィットね、さっき話してた話はナッキーとかはもう何度目かの話だから、何回も聞いたわそれみたいな感じだと思うけど、やっぱ知らない人もいるんだね。結構何回か話してると思ったから。
ビスコ、ちょっとビスコを食べます。採血中はね目そらしてたけど、最近は平気になったかな。うん、最近はさすがに平気になったかな。あんだけホラーで散々見てて、今さらそらすこともねえだろうみたいな感じだった。反り込みさんさ、体大丈夫？俺も痛くてしょうがないんだけど、マジで。昨日とかさ、まあ、今日の朝までの話だけど、寝返り打つとさ、腹筋が痛くて起きるの。痛みたいな。もう割とやばい。うん。昨日きつかった今日、若いな。俺はね、やっぱ2日で来ましたね。うん。2日で来ました。うん。いや、若さの話ですね、これね。今日はやんないっす。今日はリングフィット無理です。無理です。無理です。うん。老人は申し訳なさそうに、本当にすまなかったねとラティに謝った。うん、いやー、でもちゃんと謝ってくれるんだね。この花ラティに似合いそうだな。あら、青年は優しい表情でつぶやいている。うん、うん、今度家にも寄ってねと女が言う。ラティの好きな果物をたくさん用意してくれるらしい。ちょっとフラグっぽいからやめてほしいんだけど、ちょっとフラグっぽいんだよ、怖いんだよそれ。お母さんがまた一緒に遊んでいいってと少女は嬉しそうにラティの手を握った。今まではね、お母さんにね言われてたんだね。グリスはお帰りと微笑んで、うん、ラティに家で休んでいくことを勧めた。うんうん、ラティが君の家で休むと父に伝えると、グリスは複雑な表情をしながら君を睨みつけた。睨みつけんのやめろよ。睨みつけんなよ。散々一緒にラティと旅してラティの笑顔を守ってきてんねん。もう一回あるなんかあんのかな。ないか。あ、ないか。普通にわしの娘にお前手出した日にゃーっていうあれじゃんか。はい、休みます。うん、よし、オッケー。これでやることはやったろ。これで俺が知ってる限りはやることやったはず。まあないとは思うけどっていう意味では、あの闘技場、赤の巫女の時の闘技場の扉が一個開いてねえけど、あれ単純になんかあれだろ、閉じ込めた魔物がいるから戦闘用のやつので入れないだけってだけだと思うから、うん、あとはまあ竜の卵が竜の、違う、竜じゃねえか、あの守られてた祭壇の卵が同格ぐらい。うん、そう、祭壇卵ぐらいですね、正直。あれもだから分かんねえからさ、分かんねえ。ここのなんつーのシナリオまで来てたら変わってる可能性がゼロじゃないのかな。行くのめんどくせえな。このシナリオになってからは行ってないのか。俺絶対変わってないと思うけどな。絶対変わってねえと思うけど、行くだけ行くか。これか。あ、違うな。どうだっけ。あれ、合ってるのか。
沼で合ってんのか。いや変わってないと思うけどな。これで孵化してさ、ドラゴンのちっちゃいのがあれ、おぎゃおぎゃみたいな、うん、ようやく夕飯の仕込みが終わったってどういうこと？それいつの夕飯だそれ？明日？今日？いやー何も起こらんな、何も起こらんな。割ったら変わる可能性、一応セーブはしてあるからな。何なんだろうこの選択肢マジで。あ、え、あ違うか。びっくりした。君は剣を使って卵を叩き潰した。このメッセージは聞いてないことになってるからね。だからさ、わかんねえんだって。それで終わりなんだもん。こわからんわ。いやー行くしかないか。じゃあ、うん、ビスコうめえ。じゃあ精霊の塔の2階に向かいます。向かいます。どうなんだろう。これだって闇の世界に行くやろ。これラティの闇との戦いで最後になるのかな。言ってやるぜ。君が仲間たちの方を振り向くと、うん、ラティが覚悟を決めたようになる。はい。忘れてた。心ココリコランタラタン。ラティが呪文を唱えながら杖を振り、見事な舞を踊ってみせた。それ誰が唱えてもいいんだ。君がポカンとしているとラティは一回やってみたくてと、あ、もじもじしながら頬を赤らめる。ラティよ、いろいろ解放されたからもうなんか唯一の見せ場を取られたラックの沈んだ声の呪文によって君たちは心の世界に。なんだよそれ、なんだよそれ。君たちは女王ラティのいる悩みの国の玉座の間にたどり着いた。はい。さあ、黒い影にとどめを刺そう。いや、ラティのさ、闇っていうか、ラックもわかんないし、なんなの？うん、決心がついたんだね、うん、女王は諦めたようにラティに語りかける。ラティの闇を倒しちゃったらどうなの。家族とのしがらみを乗り越えたラティは、うん、うん、と力強く答えた。女王にはもう抵抗する意志はないようだ。あ、なるほど。彼女の横で虫の息となった黒い影にとどめを刺そう。前回もう戦ってるからね、もう力がないんだ。あっ、あ、弱い弱い。あ、なるほど、完全イベント戦闘なんだ。もうこれしかないんだ。ゼロなんだけど。
巨大な黒い影の正体は、うん、ラティが心の中に抱えた叶うはずのない欲望、うん、この欲望は自分の言葉で叶えないと。女王は役目を終えたかのように安らかな表情をラティに向けている。え、女王お前いなくなるのか。お、え、君とラティが掲げた巫女の器がまばゆい光を放つ。心が負った最後の傷が癒えてゆく。赤と黒を使う。癒えるの。はあ、きれいになった。え、騎士もいるよ。すべての心の傷を治し、うん、ラティの心の世界は本来の姿を取り戻した。取り戻した。ラティ、ラティ、ねえ、二人で少しお散歩しよう。ラティの提案に行ってきなよというラックの後押しを受けて、君はラティに付き合うことにした。ラックが仲間から外れました。南の国から出よう。え、お散歩しよう。ラックは？ラックは宙に浮きながら口をパクパクと動かしている。え、喋れないの。まるで君が座るのを待っているかのように。え、玉座が開けられている。君が座る。女王がこの奥に抜け道があることを教えてくれた。お、そこを通ればすぐに国の外へ出られるらしい。なるほど。あ、いやいや、ちょ、いえ、君たちは抜け道を使わず、うん、元来た道を戻ることにした。なんだそれ。ていうか、まだなんか話しかけられる人いたからさ。君がそばを通り過ぎようとすると、うん、衛兵は女王様に失礼のないように、うん、と小さな声で忠告した。え、どういう状態？君が近づくと、女王様、うん、お客人の到着ですと女王に告げた。逆から来た。あ、めっさいるじゃん。衛兵は直立不動でじっと前を向いている、うん、話しかけても無視されてしまった。あら、衛兵に話しかけてみると、うん、女王の御前だ、静かにとたしなめられてしまった。おお、はい、移動してみるよ。あ、これでもあれか。あ、いや違うな、敵にあれ宝箱あるけど、あれ宝箱あるけど。君たちの前に立ちはだかろうとした衛兵は、うん、ラティの姿を見て、これは女王様、女王じゃないよ、道を開けた。女王じゃないよ。衛兵は君とラティを交互に見比べた後、うん、お客様をお連れですねと言って道を開けた。ん？どういうこと？見比べた後に？な、ん？どういうこと？だから、対価？ここで？これ前の時に取るやつだったってこと？あれ、これさ、行けなかった宝箱か？取れなかった宝箱か？なんか一個いけねえみたいな言ってたやつだよね。これそうだよね。どうやって行くんだろうって言ってたやつ。え、ここでさ、わかん、うん。この先いつも迷うんだよな、うん、と衛兵の一人がぼやいている。もう一人の衛兵が簡単に女王様に会いに行けたら困るでしょうと答えた。え、なんだ。え、何を言ってるんだこいつら。え、なんで、ん、この世界、ん、あ、まあここもな、これこの状態にならないとここの宝箱開かないってことだから、ここで装備がもらえるってことは、まあ終わんねえのはまあどっちみちではあったけど、
え、何なんです？衛兵は平和っていいなと言いながら小さくあくびをした。やめろって、お前フラグだから、それ絶対フラグじゃん、横尾さんの。話しかけても反応がない、うん、耳を澄ましてみると小さな寝息が聞こえて、寝てるぐらい平和なんだ、衛兵なのに。絶対やべえじゃんこれ。これで終わりかな、このフロアは。表層、はい。何があるんです？老人はご馳走が乗った皿を君たちに勧めてきた。おう、食事は腹八分目がちょうどいいことに気づいたそうだ。なんか言ってるやついたよね、これ同じようなことね。女王様もお元気になられただろうか、うん、衛兵はやや不安そうにしている。うん、欲望から解放されてみんな元気だと衛兵は嬉しそうにしている。どうなんだろうね、欲望から解放されると元気になるのかな。それって欲望なんじゃねえの、もうみたいな。それこそが。男は君たちに向かって爽やかにやーと挨拶した。運動してやる気が出てくるようになったらしい。運動しすぎるとね、動けなくなります。女は文通相手に宛てた手紙を書き、ああ、なんかあったね。贅沢しなくても幸せよと言って微笑んでいる。はい。ルビアはもう一度だと諦めずにグラジオへと勝負を挑んでいる、うん、これはさっき一緒に戦った2人じゃないんだもんね。あれ、そっか、お店あんのか、忘れてたわ。お店なんか売ってんの？すげえ指輪売ってんの？これ売ってないよね。ないよね。なんだなんだこれ、すげえ気持ちが悪いなんかすげえ気持ちが悪い。売ってるわけじゃないもんね。ああ、売ってないな。そう、絶対嵐の前じゃん。こんな平和なわけねえんだもんだって、このゲーム。男は自分磨きの本を読んでいる、うん、やめろ。外見ではなく内面を磨くべきだと気づいたようだ、うん、気づいたんだったら本読むな、うん、ああいう自己啓発本ばっか読んでるやつはちょっとおかしくなるからやめたらいいよ。なんかあるかな。ないよな、多分な。別に読むのは構わないけど、影響されすぎんなって話やん。蘇生薬の最強のやつはさすがに売ってないか。うん、 OK。 宿屋も別にいらんもんな。これ終わり？ここ、出たらどうなんの？ここでラックかな。ラック、あ、そうか。そうか、こうなんのか。街から出ただけか、心の中のね。眼前に広がる、うん、汚れのない平穏な大地。そんなの嫌じゃん。そよ風が草木を静かに揺らし、うん、海の波も、うん、心の安息を表すかのように穏やかだ。もう絶対それが壊されるの分かってるからさ、全然それにこう、そうだねって感じにならないんだけど。近くの丘までかけたラティが自らの心を案内するように君に手を振ったこっちこっち、どこ行くの？もう束の間の兵はマジ嫌だわこれがラティ？これがラティか。今はラティの元へ向かおうと、はい、君はキビスを返す。はい。
遠目に見える塔の周りを白い鳥たちが伸びやかに飛び回っている。はあ、鳥たちを目で追いながら微笑むラティを見て君は思い返していた。思い返していた。この場所に初めて訪れた時は、世界は果てまで黒々と塗りつぶされ、ラティは声を出せなかった。そうだね。思いを馳せる君の袖を引っ張って、ラティはさらに世界を巡ろうという。はあ。悩みの街の近くにいるってどこにいるの？悩みの中にいるってこと？近くにいるって言ったの？ああ、これ、あ、そう、これ悩みの村じゃねえや、ここ。こっちか。こっちが悩みの村か。修復された心の木々が並ぶ森。歩く君たちの周りに蝶が集まる。もう、やだー。それ、炙り蝶？炙り蝶だったら火のあれだけど、なんか火矢とか作るけど。指先に蝶を止めながら喜ぶラティを見て、君は思い返していた。なんすか？この近くの町を訪れた時に、すでに君はラティのことを。お、急に。考え込む君の肩を叩いて、ラティはそろそろラックの待つ国まで戻ろうと満足げに言った。何それ。悩みの国の玉座の間で待つラックの元へ戻ろう。随分遠くまで来ましたね。え、戻りますか。一応ここにまだ村があるから。君はもう少し心の世界を散歩することにした。村入ってみたいな。悩みのラティのキャラクターストーリー。マジか。ラティがラックがいるのはここじゃない。入れないんだ。君の手を引く。なるほど。ラティ、ラティのカードがさ、お前の島の海岸で航海士である青年に保護された少女。彼女は声を失っているが、その理由はわからないままだ。彼女は声を失った日から時間が止まっていたかのように無邪気に話す。嬉しさのあまり喋りすぎて青年に注意されるほどに。にこやかだもん。おい、大丈夫かよ。もう本当にぬか喜びやめろ。完全にぬか喜びだぞ。あれ、あ、ここじゃねえ。あれ、どこっつった？悩みの村っつった？あれ、どこだっけ？あ、違う、あれだ。神殿みたいなとこだ。これだ。はい。だって、悩みの国とか町とか森とかいっぱいなんだもん。ああ、一緒だね。いやー、もうこの束の間の平和がマジで本当にさ、もうどうしてもそういうの作りたいんだね。そういうのが作りたいんだね。こっちかな。はいはい。ラックがマスとか言ってけど、ラック絶対ラスボスじゃん。絶対ラスボスだよ、あいつ。それ以外考えらんねんだけど。やだな、怖いな、やだな。行きたくないな。あれ、これなっちゃうんだ。ステンドグラスから差し込む光のもと、ぬいぐるみ姿の精霊のもとへ君とラティが集まった。でこれ結局お前何なんだよ。ラックの心の準備はできたという問いに、ラティは静かにうなずく。どういうこと？女王というラティの願望が潜んでいた玉座の間、そこで彼女は君にある本心を打ち明ける。なに？あなたのことが
好き。旅の中で生まれてしまった心焦がす思いをラティは震える声でつぶやく。へえ。巫女という犠牲の運命を背負って生まれた少女が君を困らせるだけだと押し殺し続けた言葉。ちょっと待って、なんか全然全然そういうな、何を見せられてるんだ俺は。ひでえなこの主人公、マジでひでえなこの主人公。ごめん藤岡さんさ、いやーこれでもごめんって言ったらどうなんのよ。ごめんって言ったらどうなんの、全然わかんねえけど、エンディングなのかな。やべ、セーブしとけばよかった、失敗したな。直前でセーブしてねえや、してねえんだよ。これ闇落ちすんのかな、ごめんって言ったら。からのーって言ったら、言われたら笑っちゃうけどね。いやーこれどうなのこれ。いや、わかんねえ、ラティが好きかどうかはさ別問題じゃん、その世界救うこととはさ。うん、好きじゃなくても別にパーティー名、それ言ったら14のパーティーで固定パーティー組んでる人はみんなあれですよ、もうカップルになっちゃうわけですから。うん、そう、そんなことはないじゃん、長年やっててもさ。うんいや、そうじゃないのって、みんなカップルになってないっすよ。うん。いや、ラッティ別に嫌いじゃないけど、好きかって言われると、好きかって言われるとまた別問題かなっていう感じですよね。で、ただ、ごめんって言えねえけど、これなんだこれ。ええー。どうせ女の人好きだからさ、やめろそういうの。本当に信じる人いるからな、それな。いやー、行くか。しょうがねえか、もう。ラディが好きだー。君は顔を伏せて答えを待つラティにありのままの思いを伝えた。本当に彼女は聞き間違いかを疑う。大丈夫かな、目を見開いて君を見る。大丈夫かな、はこぼれそうな涙が溜まっている。ラティの杖が透明な光が溢れ出す。精霊の杖なるの。それは巫女たちが持つ。あ、巫女の器と装飾。終わりなき巫女の器。はあ、すげえ、スピードと防御力5ずつ上がる、攻撃力も12だし。ラック曰く、うん、心の世界の修復を終え、ラティは巫女になれたのだという。いや、でも終わりなき巫女って言ってっけ、大丈夫これ。これで、うん、終わりの島を救うことができる。え、本当に全然信じらんないから。君たちは顔を見合わせ、はあ、儚く微笑み合った。いやもうなんかさ、もう上げて落とされるか。てか巫女になったら死んじゃうんじゃないの。あなたと作った輝く世界、胸を焦がす恋心、ラティは恋の思い出を胸にしまった。なんかアンロックしたんだけど、骨董品コレクター。ようやく僕の求める世界の姿になったよ。怪しい声を上げたラックの内から綿がブクブクと溢れ出し、なんか人の姿を形成し始め、なんかニーヤみたいなの出てきたじゃん。ニーヤっぽいの出てきたじゃん。もうラックの様子がおかしい。君が彼に声をかけようとしたその時、君たちを襲った。崩れゆく王女、
翼の間に走った大きな亀裂にラティーが飲まれてしまう。ラティー、君はとっさに手を伸ばせ、指を出すまで彼女は奈落の闇へと落ちていった。このショーで終わんねえ、このゲーム。マジか。このショーで終わりじゃないんだ。あ、そうなんだ。巫女に生まれながら使命を全うできないとか、大切な人たちから虐げられ続けた喪失。青年との旅の果てに傷ついた心に生まれた願望。成就したのは押し殺し続けた恋心。悩みの暗雲が晴れた心の世界は美しい姿を取り戻す。心の世界、うわっ、ます友だった精霊の思惑で心の世界は再び闇へ落ちる。確かにニーヤっていうか、そうね、 DOD っていうのはそうだね、うん。ごめんだと、やっぱ強制ゲームオーバーか。混沌の海に大地を飲まれ、崩壊した心の世界。残った一路の大地は、救いを求める心の現れか。なんじゃそりゃ。大津波に全てをさらわれたように、心の世界は無残な姿になり果てていた。マジで。変貌したラック、君たちを襲った地揺れ、崩落に飲み込まれたラティ。頭の中をかき乱す光景を君は何とか振り払う。今ははぐれたラティを探さなければ。 FF6 状態。不意に風向きが変わる。君を導こうとするかのように風は北西の方角へと吹いている。あれ絶望したもんな、あの時な。ラティが仲間から外れました。ラックも外れてたけどな。探しに北西へ道なりに進もう。わーお、マジか。ラックのキャラクターストーリーが解放されました。はあ、はあ、愛らしいぬいぐるみのような生き物、精霊を自称しているが、その姿が本体なのか何かが被り物をしているのかは誰も知らない。ぬいぐるみを手にははめた、手にはめた少女ではなく、ぬいぐるみから少女が生えている。少女は関節を波打たせ、臓物のように脈動する。そうなの、生えてんの、なんなの、マジで。やっぱ DOD なんだね。そう、ラックさんは本体なんだね。そう考えるとね、確かに。いや、生えてるって書いてあるもんね。うん。ぬいぐるみを手にはめた少女に見えるけど、ぬいぐるみから少女が生えている。なんだこりゃ。花っぽい。え、どこの話？花っぽいってどこの話？頭の上のやつってこと？あ、目か、目ね。目が花っぽいというか花だね、これは。確かに光ってるから分かんなかった、一瞬。花だわ。こいつ口からビーム絶対打つじゃん。いやー、もう横尾さんで花とか出さしちゃもうダメだよ。ダメだよ。目からビームもそうなんだけど、一旦こっち行こうか。22時、微妙な時間ではあるけど、もうちょっとだけやるか。どっちみち今日で終わんねえな。これもう一回だな。
もう一回ですね、これ。次週最終回かな。もう今終わらせてエルデンリングやるみたいになってるからおかしいだろ。くそ、あいつだけは倒してんだけどな。裂けた大地を前に君は足を止める。亀裂の間には濁った水が激しく流れていって渡れそうにない。え、渡れないんだ。あ、お母さん、お母さん。不意に裂け目に橋が現れた。対岸には橋を架けたと思われる人影が見える。お母様。あ、橋を渡り、一人の女が君の元へと近づく。お母様。その面影はどこかラティと似ているようだが。うん、なんと声をかけようか。お母様、あなたはまさかラティの橋を架けたのは、まさかラティの、ラティの母親ではないかと君が問うと、うん、女は無言のままニコリと微笑んだ。ニコリ。そして女は静かな口調で自身が何者かを語った。彼女はラティの母親、終わりの村の先代の巫女だという。はい。しばし君を見つめていた女はなぜかほっとした様子で、あなたにならあの子を任せられるとつぶやいた。女は君を導くように歩き出す。ラティの元へと案内してくれるのだろうか。なるほど。ラティを探しに橋から道なりに進もう。ここで終わりかな。したら、あ、確かに。そうね。ちょうど区切りっていう意味では、まあここ入ってすぐで終わりでもよかったけど、切りがいいな、ここで。まあ次週、来週だと思いますけど、まあ2時間、3時間は多分かかんないで終わるかなって感じ、イメージ的には。いや、最終的に一人で戦うのかな。本当にそんなことあんのかな。ここでいいか。はい。どっちみちエルデンリングやるとしても、あんまりできないです。お腹が空いてお腹が空いて、割とですあ、ちょ、出てた。いやー、でもあれだろ、今回お金使わなかったな、このゲームな。あれ、もうちょっと、これいつも分かんなくなんだよな。これでその他か。あ、その他じゃん。あれ、その他か。はい、でゲーム。はい、やって30分だね。いやー、ありがとうございました。まあそうね、物語的にはまああと30分でクリアっていうのはさすがに無理そうだから、そうですね、ここで終了となります。なんかこう、なんかねいや、なんかほんとやっぱりラックかって感じではあったけど、ラックから生えてたな。生えてた。だからなんか鼻のなんか最初の頃で鼻のなんとかってあったっけ。あんま覚えてないな。なんだろうね。謎すぎてわからん、今んとこは。はい。さあ、次週。まあ多分来週だと思います。来週木曜日なのかわかんない、金曜日なのかわかんないですけど、はい。に、この続きをやります。はい。来週こそは多分
エンディングを迎えるんじゃないかなと思いますので、お楽しみによろしくお願いいたします。うん、あ、心の世界で花が怖いとか、なんかそう、なんかやっぱ花なんか聞いた覚えがある気がするのよね。うん、そうそうそう、いやだからそうね、横尾さんだからこそっていう、そのちょっとわかんない、ここにあるかはちょっと忘れたけど、コンポーネントでさ 2B のコマでしょ、人形たち、これはアートのやつだよね。終わりの村がそもそも花模様なのか、そういうことか。夜羽舞台、幸運のクジラの模様、クジラなんかあったかな。ラーティね、複製された街。うん、エルテンの花、ああ昨日戦ったな。あ、確か俺もなんかあれだな、戦ったな。機械生命体、モザイク、海のタイル、マリンダイス、オートマタのダイス、うん、BG、レジスタンスのになるってあれだよな。そうなるんだみたいな感じ。うん、オッケー、はい、では、結局2時間半ぐらい、途中なんか第一発見者の話とかをしましたけど、ありがとうございました。はい、うん、ではですね、来週、次週、出来損ないの巫女最終回予定でございますので、皆さんお楽しみに、よろしくお願いします。それではですね、明日は20時から、のみさんがリターナルどうしようかな、悩んでんだよな、悩んでんだよな。いや、やっぱ巨塔を登らないとストーリーは進まないんです、やっぱり。うん、なんだけどやっぱマルチプレイせっかくだからみんなとやってほしいのもあるから、みんなとつっても結局1日だと1人しかできないと思うんだけどさ、そんなにすぐ死なないから、のみさんもそうだし、入ってこれる人はだいたいもう上級者っていうかプレイしてる人だからさ、なかなか難しいかなってとこなんだよね。うん、そうで、そうだ、一個あった、明日なんですけど、のみさん、まあ、もしちょっとのみさん長くやったとしても、その後にちょっとだけ会員限定放送やります。30分もかかんないかな。うん、まあ、30分、うん、のみずさんがいるかどうかは知らん、なんだけど、ですね、会員限定放送で、ですね、緊急案件でございます。はい。ですね、視聴者の方がですね、とある視聴者の方が、プレイステーション5を応募したところ、当たっちまったけど、わしゃいらんので、NGC 視聴者の方で誰か欲しい人を買いますかっていう話が来まして、なので、欲しい人を会員で来ていただいて、我欲しいです買いますっていう人いたら、その時にその応募してください。でエントリーしてください。それでもう、まあ、抽選になって1名だけだから、で、当たった人は購入券を、いただける感じ。まあ送料とかはちょっと出していただく形になっちゃうと思うんですけど、そう、うん、もちろん新品の、なんだっけ、ディスクの方かな。うん、そう。なので、ちょっとそれ、まあ一人でもね、NGC 視聴者の方の中で、ね、購入できる人が増えたらいいねっていうので言ってくれたっていう感じなので、はい、うん、
なのでちょっとこのチャンスで、まあ普通に買いますっていう人はちょっと明日の会員限定放送を見ていただいて、名乗り出ていただいて抽選に参加していただければなと思います。 G ガンダムの説明しないといけないとかはないです。はい、うん。ちなみにですね、この間のガンダム選手権の景品が、優勝者たぬきさんにあげる景品が決定いたしました。ちょっと待ってください。よいしょ。もうね、すげえ悩んだの。プラモにしようかとかいろいろ考えて、まあ、あ、これカメラがこれの状態、ちょっとカメラにしてくるわ。で、いろいろ考えた結果、割とちゃんとしたものにしました。あんな突発企画だったというのに。はい。これはこうかな。はい。ちゃんとしたものを買ってきました、私。じゃん、6月公開予定、機動戦士ガンダムククルスドアンの島ムビチケ2枚ペアセットでーす。それを買うとついてくるククルスドアンの島のこれ何、クリアファイルペアチケット、どこの映画館でも使えるよ。はい、これをたぬきさんにお送りします。ちゃんとしました。あんなに適当な企画なのに。いろいろ考えたんだけどさ、なんかさ、何をプラモとか買ってもなんかさ、ネタとしてさ、弱くて俺の中で、まるで公式の本当にコンテストみたいになった。俺だからムビチケって初めて買ってさ、予約で先に買っておくことほとんどないから、当日劇場のチケットしか買わないから、東宝シネマズに行ってさ、上野のさ、それでムビチケってどこで売ってんだろうと思ってさ、すっげえキョロキョロしてさ、でスマホ見ながらさ、どこで売ってんのかなと、すっげえキョロキョロしてさ。でさ、よく見たらさ、普通に物販売り場のところで、その時、そこの中には飾ってたりはしてなくて、そのムビチケ購入の方は、お声をかけてください、みたいな、そう、物販コーナーの方で、つってあって、よく見たらあって、あ、そこで言えばいいのか、口頭で言えばいいのか、みたいな感じになって。で、すいません、つってさ、それで、ムビチケ買いたいんですけど、つって、そう、何のやつですか、機動戦士ガンダムククルスドアンの島です、つって、流暢に、一言も噛まずに、言って、で、1枚ですか、って言われて。そう、前売り券ですね、言ってしまうと。そう。それのなんか、カード状になってるやつですね、この。そうそう。それで、ガンダムって言えば分かると思うんだけど、やっぱちゃんと言わなきゃいけないなと思って、ガンダム、機動戦士ガンダム、ククルスドアンの島っていう風に。で、2枚ください、っつってさ。そしたらなんかね、専用の、その、なんつうの、ファイル入れみたいなやつがあって、それの中からに、そのムビチケがいっぱい入ってて、渡すみたいなやつだったわけですよ。だから店頭にこう出てるとかじゃなくてさ。あ、初めて買った、そういうことか、みたいな。で、ムビチケを買うと、
まあ、今だったら今の時期だとこのクリアファイルが1枚につき1つついてくるよってやつで、まだ2枚あるんですけどね。うん、でなんか時期がほら近くなったりするとまた違う特典になったりみたいなさ。うん、ね、6月だと思います確か。うん、あそう、一応ねネットで予約もできる。ただネット予約だとさ、この特典もらえないんじゃないかな、わかんないけど。うん、そう、なくなり次第終了のやつ。そう、うん、そう、ネットで、そう、席を取るようになったから、俺も、予約でさ、うん、だから、前売り券というものを買うことが、で、俺が前売り券買ってたのって、その、ムビチケじゃなくてさ、普通にほら、半券になるやつよね、紙の、細長いやつっていうの。細長くはねえけど、うん、帯みたいなやつ、そう。うん。そうそう、ね、あれを、あ、そう、もぎるやつ、そうそう。あれを、買ってたからさ昔はね、うん、だからあムビチケってこういう感じなんだって初めてちょっと買いましたよ。すごい、ちゃんとしたガンダム。どうした、俺たちがやったガンダムのなんか、説明コンテストとは大違いのちゃんとしたガンダム。うん。さあれなんですって、ちょっとククルスワンの島知らない方にこの話を、しかもデキソコライのミコの話で言うのもあれなんだけど、ククルストワンの島のそのザクって、その原作だと作画崩壊してて鼻が長かったりとかすんの、いろいろ細かったりとかで、それをなんつうの、原作再現するために現地回収で倒したザクとかのパーツをつなぎ合わせたりとかして、ちょっと鼻が長いザクになりましたみたいなのをつけて、今のこの映画版のククスドアンのザクになったっていうのがあるんだけど、それをそうしたいって言ったのがカトキさんなんですって。うん、メカデザイナーのカトキはじめさんなんですよ。そう。で、なんだ、安本さんじゃないや、なんだ、安本さんしか出てこねえ、なんだっけ、原作の人。やべえ、安本さんしか出てこねえ。あ、富野さんじゃなくて、今回のほら、あ、安彦さん、そう、安彦義和さんは、その設定、いらんと思ってて、いや、あれ、作画崩壊っすよっていう風に言ったんだけど、カトキさんが言い出したからっていうのか分かんないけど、他の人も、他のその制作陣も、いやいやいや、これはこれで行きましょうよ、みたいなのがすごい押されて、いや、でもあれ、作画崩壊しただけだよ、みたいな。なんだけど、みんながすごい言ってくるから、まあそう言うなら、じゃあそうする、みたいになったっていう、そう、話だったんですって。だから面白くてさ、なるほどね、っていう。で、カトキさんのすげえ、そのこだわりがあって、その鼻の長いザク、で、継ぎはぎのザクみたいな、の公式の設定になったっていう話。うん。もうちょっとでね、公開になりますんで、ぜひ皆さん。はい。まあ、後付け設定はね、そうね。うん。ガンダムはよくある話なんでね。ボイスオブカードククルストアンの島ってありそうで怖いからやめろ。ありそうなタイトルだからやめてくれ。そうそうそう。いやー、ちょっとね。イザークキは、いいよ。もうそこまではいいよ。まとめてくれてありがとうだったけどね。あれは佐山さんかな。うん。いやー、ちょっとね。はい。なので、ムビチケを、たぬきさんにお送りします。はい。さあ、ということで、会員限定、あ、なので明日ね、会員限定放送で PS5 欲しい方、まあ、買える方だよね、だからね、うん。買いたいけど買えなかったけど、買えるんだったら買いますという方、はい。会員限定放送、のみさんの放送の後に来ていただいて、ちょっと抽選に参加してください。よろしくお願いいたします。はい。以上でございます。で、木曜日じゃねえや。今日が木曜日だ。土曜日に、リングフィットやります。さすがにもう体は癒えてるはずなので。それで癒えてなかったら俺もダメかもしんない。うん。
はい、なので、まあそれでなんか分かん何の放送か分かんないけど、エルデンリングなのかなんか分かんないけど、なんかやります。で、日月ちょっとお休みにする感じです。はい、月曜日がね、今度の月曜日が14の24時間メンテになるので、うん、なので、なんだっけ、PLL じゃなくて朗読会かがあるはずなので、そこはツイッチの方でホスト放送してって感じで、なので皆さんそこを見ていただいて、14勢はね、うん、そうですね、はい、お休みにします。ちょっと疲れた休みやっぱね、1日だとね疲れが溜まってくるわ。うんずっとゲームやってるだけだろうって思われるけど、やっぱりね、ちょっと、うん、ちょっと2日休ませてください。はい、すいませんよろしくお願いいたします。はい、まあ朗読会をそう見ながら、なんかこっちで面白いことやってんなみたいに二窓するよりは、まあ皆さん、まあ14勢だけになっちゃうけどね、うん、朗読会見ていただければなって感じなんで、はい、です。よろしくお願いいたします。それでは、どうしよっかな。いやー、ちょっとだけやりたいけどな、どうしよっかな。ちょっとだけやるか。本当に長くなっても11時半には終わる。お腹が空いたからちょっとやりたいんだよちょっとね、はい、サクッと倒せばいい。 OK。 なので、出来損ないのミコの放送で終わります。で、エンディング流れて、で、ちょっとしたら、はい、エルデンリングフィットやります。はい、リングフィットやんないです。なので、そちら、あの枠変わりますんで、見れる方は見てください。よろしくお願いします。はい、それでは、11時半を超えそうになったらみんなで全力で止めてください、俺をよろしくお願いします。じゃあ次回、出来損ないのみこ最終回予定にお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。ワンオペなんでまたスッていなくなりまーす。
出したら叶うことだ。